そしてゼッケン100番サスケの最高峰を極めたただ一人の男、秋山和彦29歳。秋山が夢の完全制覇を成し遂げたのは99年秋。しかし完全制覇者の肩書きを背負ったその後の挑戦は苦渋に満ちたものだった。秋山の鬼門となったのは第一ステージに登場したジャンプ半儀、3回挑戦しいずれも全く同じ場所でリタイア。ジャンプ半儀を攻略した時再び頂点は見えてくる。年少が出て今まで諦めてきたこともたくさんあったんで、今回だけは絶対諦めたくないんで、秋山は今回に全てをかけていた。この男のサスケチャレンジのビジョンはただ一つ、あの何回も自分を跳ね返す第1ステージのジャンプハング、これを料理することであります。守護神の毛ガニを携えているご存知秋山狩猟委員長、秋山和彦29歳、伝説のサスケキングであります。99年落、あのドラスティックなサスケ完全制覇からかなりの時が流れました。つま先の部分、着水、左の足つま先の部分、着水、左の足つま先の部分、何でした？水に触れた、水に触れた。